新しいドリンクが出ました。ドリンクチャンネルおさいの先生、もっさりこんばんは。どうも3度目の向山でございます。はい、けんちゃん T です。イエスイエス。新しいドリンクが出ました。ドリンクですよ。出るのかドリンク。出たんですよ、この夏ぴったりのドリンクが。この夏ぴったりのドリンク。今どの夏か知ってます？今どの夏？はい。わからない。2017年の夏です。まさかこちら。午後の紅茶の、はい。なんとチョコミント味。いや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 。チョコだけでいいんです。午後の紅茶、はい、チョコ味。チョコ味。これでいいんじゃないの？え、もしかしてミントがいらないんですか？ミントは嫌でしょ。見てる。はい。女子高生、女子大生とか、はい。みんな。ミント大好きですよ。本当？ほんまですよ。ごめん、嘘つきました。はい。実は僕ミント大好きです。嫌いな人が試飲すると本当の味ってわかりますよ。ああ、その脚色してない。そう。本当の素のこの感情というかが出ると。出ちゃうから。はいはい。僕が飲んだら美味しいって言って、ほんまなんって思うけど。ああ、そうね。もう嫌いな人を飲むと本当の感想が。そっか。それを JK や JD は期待してるんですよね。そうですね。あいつの向山のリアクションは、本当のリアクションはどうなんだろう。どうなんだろう。待っててください JK、JD のみんな。行くよ、みんな行くよ。誰に言ってんですか。うわ、でもまあまあ見た目はただのミルクティーですね。そうですね。グイッとグイッとは無理だな。あのね、1秒間はチョコミルクティー、その後とんでもなくミントが来る。チョコミント、はい、ミントが嫌いな人でも、はい、これは飲めますか。これは、飲めません。